ワールドマスターへの道ラスベガス直前スペシャル。よいしょ。はい、さあ、やっぱちょっとおさらいしましょうかね。そうですね、はい、今までやっていきましょう。はい、2月に行われた全日本マスター柔術選手権、初出場で初優勝、4連勝しての優勝でした。ポイントは1ポイントも取られておりません。そして東日本柔術選手権で優勝、こちらマスター2で出場しました、こちらも1ポイントも取られておりません。そして全日本マスターオープンで優勝、こちらはなんとマスター1で出場で、3連勝して優勝だったのですが、相手が全員日系ブラジル人でした。そちらで優勝、ポイントは取られておりません。ということで、順調に世界最高峰ワールドマスター柔術選手権に乗り込むことになりました。ここはどうですか、これやっぱポイント取られてないっていうのはすごいですね。これね、前回マスター1に、ね、はい、出場して、うん、ポイント取られず優勝できたっていう、はい、ことがすごい僕の中で自信になりました。あ、自信が、この道着にキャップをかぶるっていう、うん、おしゃれな感じにもしております。はい、おー、それが自信のね、現れですね。9月3日、はい、決まりましたね。決まった、はい、あとトーナメントは2日前ぐらいに出るんですよね。そうですね。あ、はい、そうなんだ。1日かな、はい、でもう出場者の締め切りはもう終わってますか。終わりました、はい、24日に終わったんで。ちょっとそれ気になるんじゃない、どうなの、どれぐらい出てるか見てみますか。ちょっといいですか、神明さん。はい、出ました。さあ、次来ました。はい。ちょっと、神明さん。はい。福島さんの。ワールドマスター。はい、ワールドマスター。うん、マスター3、はい。世界の強豪、はい。はい。はい。マスター3。男子ライト級。うん。34人います。34人はい。これはおい。え、世界中から。はい。ちょっと待って、34人、これ。いや、今までと規模が違いすぎない、規模というか、規模、ね、人数が。人数が。うん、規模はあれだけども、人数がもう、まあ、ワールドですからね。ちょっと待って、34人、はい、これ、世界一まで、うん、これおよそ何回、6回ですかね、うん、6回、はい、6回勝って優勝。そうですね、しかも、うん、ワンデーです。ワンデー、あ、はい、ワンデーです。アキビじゃないってことね。え、ワンデーって言ってもアキビじゃないってことみたいね。アキビじゃないんですよね。ワンデーで、はい、トーナメントね。うん、コンタクトじゃないっす。かぁ、これはやばい。2日に分けてじゃないの、これ。しかもその日の直前計量で、はい。試合終わるまでも続いていきますんで、9月の3日に全て結果が出ます。はい。皆さんね、計量、とその試合15分前とかに、やんですよね、うん、そうですね。それだけちょっと伝えましょうよ、うん、もうそれぐらい、うん、だからもうなんか一気に水抜きとかそういうのはできないって。できないですね、うん、はい、いやー、これちょっと34人のちょっと、うん、国籍なんてちょっといいですか、皆さん。そうですね、うん、グレシーバッハも出てますね、グレシーバッハ、はい、世界で一番でかい道場ですね、グレシーバッハ、うん、なんとモンゴリアン BJJ がいる、モンゴル人もいます。うわいや、マジで世界だね、これは。めっちゃ強いですよ。モンゴルは強い。モンゴルはね、強いんですか、実は。え、何ですか、それ。急に出てきた情報ですよ。あのね、アジア選手権っていう毎年日本でやってた大会があるんですよ。はい、今3年ちょっとやってないんですけど、うん、そこにモンゴリアン BJJ っていつもインターナショナルチームが来るんですけど、はいはいはい、そこは、なんと、相撲と柔道の、うん、国の代表が柔術もやってるんで、はいこれはやばいよ。めっちゃ強いと思います。スタートマジで。めっちゃ強いと思った。白鵬朝青龍だ、ね。いや、まあまあまあ、そうだよ、はい。そうですけど。はい、え、じゃやばいんですか、そこやばい。やばいですね。あ、これはやばい。これはすごいよ。いますね、よ。あ、ヘンゾグレイシーもいる。うわ、ニューヨークからも来てますよ。ニューヨークからも来てる。はい。モンゴルやべえな。うんうん。ワールドワイド。チル、モンゴル、アメリカ、オーストラリア、イギリス、イギリス、ヨーロッパからも、あとカナダもありましたよね。カナダもありましたね。やべえっす。ね、会えたらいいですね。これは34人。うっくこの34人とやる想定はしてるんですか、この練習で。できないですよ、もう。あ、できないわ、ロ意味わかんないです、もう。前回3勝しただけでも全身つってるんですよ。まあ、その倍。もうほんと倍だよ、3勝ってことは。前回、タクシーの、なんか帰りのタクシーで、うんうん、
いきなり全身バキンって言って、あーってなって、運転手さんって言って、ウェルビー酒ってもうすぐ、ね、お風呂サウナ。サウナ行って、あの冷水浸かりたいと思って、はい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 、駅じゃなくもう名古屋で、うん、それぐらいちょっともう疲労困憊。プラス、最低3だから、うん。いや、そうだよ、もう倍だよ、うん、それの。うんいやもう根性論もありますねこれ未知の領域なわけですよ ね、うんはい、ねじゃあ神明さんもちょっとそこら辺は2人で ねこの分、はい、あの力の配分というか、うん、ちょっと6試合戦えるようにそうです、ね、まあこのね過去の大会もセコンドやらせてもらって、はい、そうですはい的確なもう、ねうん、目の前で戦いを見て、はい、もう僕もすごい感動しましたし、うん、そしてね世界でも戦えるんじゃないかなってすごい確信も得ましたんでこれ本当ねマスター3の集大成、集大成最終章と、はい、最終章はいよろしくお願いします頑張りましょう、はい、これははい、うん、皆さん、うん、はい必ず優勝してきますのではい、はい、その時はキャバクラ怒ってくださいおっおやすいやいいっすはい前回こう言って本当に怒ってもらったんですおおいやいいですねちゃんと怒ってもらったいやじゃ見てください。新道着、試合用の道着でございます。かっこいい、黒に機能してかっこいいこれ、はい、おいいですね。いやいいね、はい、あとこちら、日の丸、うん、いやいいですね、しょっていきましょう日本代表でございます、ね、はい、はい、ということでサポートしてくれた皆様Tシャツを買ってくれた皆様本当にありがとうございます。ありがとうございました。私、明日からラスベガスで行って、はい、絶対に9月3日優勝してまいります、はい、引き続き応援の方よろしくお願いします。お願いします。